付こちらです。またこういうそこを強調したいと思います。まずどういう分野があるかということですけども、して研究を進んでいる分野であります。で、具体的にどういうここは今現在4人のスタッフであります。数年前までは古代史の先生もおられたんですが、活躍したい、つまり民間企業に入って外資系企業に入ってですね、でそのために必要な科目は何を取ったらいいのかということがすぐには分からないと思いますので、それぞれでそれに関連して今就職の話をしてますから、若干就職について言いますと、法律法学部は公務員の民間ということをもっと密着して勉強してもらうための評価をきちんと設定しています。でそれからもちろん弁護士、それから検察官、分かっていただくような講義も設定しているということの、表れなのかどうか、あるいは学部の学生が優秀な制度なのかもしれませんが、就職率は今年試験を受けるために1日8時間勉強しろとはありません。で、そういった学生以外の普通に勉強している学生であればですね、9割近くの人は大体就職できますよというふうに思っていただきます。ご意図で数名という感じでしょうか。あえてなぜブランドですか。ね、去年実績から言うと結構ね、多かったね。なんか見たら、いくらい？デブかで14、15人かな。でここ去年も7、8人だったと思います。今から話すのはここのイスラエル、ここですね。
それからレバノン、シリア、でこのレバノンとシリア の、この、西側、地中海沿い、このレバノンね、でこのカルタゴがですね、一時はこのローマとフェニ戦争と言いまして、何回も戦争しまして、一時はの出身だということです。今から話すのはこのフェニキアとこの今イスラエルですね、古代イスラエルの神ですが、まずこれはですね、エルサレムです。これが黄金のドームっていうんですが、これがあのイスラムのモスクなんですよ実は。で、廃墟になってますが、これがこの裏側にあるんですね。これはイスラムの地区です。イスラム地区の、イスラムのモスクです。今日は関係ないんです。あ、ここですね。ウガリットです。ウガリットの遺跡です。今日話す話の一部にありますが、シリア の、 あの海岸の近く、ラトキアってところですね。学業、これは11ページです。指定校制度を取っておりますので、まあ、指定校からどうやってやるか、その資格を持っている方で、評定平均値が 3.14 からですね、こういう方が対象になります。で、まあ、指定校推薦については、指定校になっている方法が対象ですけれども、いただきたいということですね。指定校推薦の場合は、基本的には合格ということで、よほどの、ただ、公募推薦の場合はそういうわけにはいかないということですね。それから、どうぞ皆さんやってくださいって、先生は黙ってこう見て、みんなしてあのじゃあ渡りましょう。社会人サイエンスのゲームセンターみたいなのがやっぱり売り上げの場所なんでさ、どうしてじゃん。だからそういうような状況の中で、まあ自分が私は経済学科の事務教授の倉田といいます。今日よろしくお願いします。本当に嬉しいです。オープンキャンパスで経済学科の、お話を聞いてくださるということで、おそらく ある程度経済学科を僕経済学科を受けようと思っていらっしゃる。経済学ってこういう勉強です。で、僕の授業の中から機械費用と企画優位というところを、切り取って、一部、切り取った形でお話ししようと思います。生活を営むための、物やサービスを作ったり消費したり、売ったり売買する、これが経済。何か話、世界の話じゃなくて日常の話だよ。で、世の中に経済学部たくさん、やっぱり大学はね、いろいろなことやってね、なんぼだからね。やっぱ入ってさ、で食材も買ってきてさ、なんか飯作ってさ、そういうの全部一人でやんなくちゃいけないからやっぱ大変だとは思うよ。でも行ったら上から1、2、3、4番目、上から4位、ワースト4位、逆に言ったらワースト4位、これ信じだけれど、僕らは実は僕らの社会はね、絆がある絆があるとか言いつつも、人を助ける制度は若者の非正規雇用で 30.4% 増加してた。
それでですね、押してください。それでどういうふうにその有罪無罪も含めて評議が進むかという交えながら評議に入っていくことになります。それでは最初に初めてここにいらした方のためにご自分。事件の概要自体は、まあ、おばあちゃんが襲われてお金を奪われちゃった被告人役の方なんですけど、真犯人なんでしょうか。おばあちゃんの目撃証言ですと白いシャツを着ている、被告人も白いシャツを着ている。検察官は被告人が強盗犯人であることを立証します。次に弁護人。はい。弁護人は被告人が犯人でないことを立証します。次は被告人。はい。被告人は強盗犯人であるとして起訴されました。最後に証人。はい。証人は被害者の孫です。それでは被告人山田照之に対する強盗致傷被告事件の審理を始めます。赤いバッグごとを奪い取り、この時の暴力で明子さんに2週間の治療が必要となる右膝打撲などの障害を負わせました。しかし友達の家には前に一度だけしか行ったことがなく、場所が分かりませんでした。山田さんは友達の家を探しましたが、明子さんは被告人の顔を見ましたか。明子さんは犯人の顔を見ていません。白っぽい長袖シャツ、白っぽい長袖シャツを着た若い男は被告人以外にもたくさんいます。ところで被害者の孫であるひとみさんは家賃の5万5000円を1万円札4枚と5000円札3枚で準備していました。被告人が持っていた1万円札4枚と5000円札3枚は被告人ひとみ。宣誓書を読み上げてください。両親に従って真実を述べ、何事も隠さず偽りを述べないことを誓います。今宣誓してもらった通り、質問には記憶の通り答えてください。わざと嘘を言うと偽証罪という罪で処罰されることがあります。では検察官どうぞ。私も自分の財布から5000円札1枚を出して全部で5万5000円にしたのです。渡すお札の種類はいつも決まっていましたか。1万円札5枚と5000円札1枚のことが多かったと思いますが。それでは被告人質問を行います。被告人前へ。ひったくりの相手を物色していただけだろう。違います。友達はよく行っているクラブに時々来ているので、そこに行けば会えますから、名前は知らなくても問題ありません。それぞれの穴の直径、位置などが封筒に残されていたホチキスの針の跡と一致します。それではこれから評議に入りますので、ここで休廷いたします。でここから評議に入りますので、裁判員として、指名された方々、前の方に移動してください。具体的にどんな風に裁判所で評議が進んでいるかというのはちょっとわからないんですが、ちょっと手を挙げてみてもらえますか。あと傍聴席の方も。お一人、お二人。では今の時点で、聞いた限りで被告人は無罪じゃないかなと思う方、手を挙げてみてください。あ、結構いますね。ありがとうございます。有罪であると証拠で、服装、白っぽいシャツ、長袖シャツが一緒ということを言う答えなんですけど。なるほど。他にいかがですか。ないという意見です。実際裁判でも目撃証言の信用性を検討するときには、その時間とか状況とか場所の位置関係とかが非常に重要になります。